ああ。お母さんすごい家らしい格好してるな、あんた。コスプレってやつだな。あと髪の色変わってますけど。髪の色変わってますけど、さっきまで金髪だったやん。どうしたん？裁きの雷。やばい。裁きの雷とかやばいし。説得ね。説得にかかって。説得、説得、説得。あら。お、ダメージ与えた。あー、みんな避けた。かわした、かわした。聞いてなかったにかわしたりした。お父さんだけ必死かわしとるところ、おかろさんに微動だにせずに一体ノーダメージというね。なんかちょっと格差を感じますね。説得するだけダメじゃん。あ、お世辞講義だ。お世辞講義を仕掛けよう。いつもありがとうとか言うたら、あー、え？リモートのやると家族全員の一応、あ、回復？あ、回復呪文的なやつなんだよ、お世辞って。お世辞で回復できるって、どんだけちょろいんだ、この家族は。この家族はどんだけちょろいんだ、お前は。まあ、これは今いらん。暴論。必殺技。煽るってなんだな、もう。怒らせる。え、怒らせたらダメなんじゃん、俺。怒らせたら。これあかんわ。なんかあかん気がするわ、お前。猫ってなんだ？説得。言ってもダメなら引っかくしかない直接抗議や。士気を高めたり走り回る特に意味はないでな、お前。ポケモンで言うハネネみたいな感じ、コイキングのハネネみたいな感じだったやろ。鳴き声でコイルク上げとこう。これ煽り行動とかいろいろある変態ってあるし、もう変態丸出しやん、絶対だけど、お前。悲しませてやろう、お前。全裸で踊って悲しませてやろうぞ、お前。そうなんだ、同情作戦。もう何が正解なんか選択肢がよくわからんわ、お前。足の痛みを、足腰の痛みを訴えてやろう、もう。親父ギャグ、お父さんに親父ギャグ。凍らせたら行動不能になるんじゃないか。猫が寝込んだ。ダメージでかい。攻力アップ。ここで攻力アップ。先に攻力アップしたかったけど、ほっほー、ダメージでかいな。腰の痛みを訴える。そして雷を落とすが、なぜか効いていない。やったぜ、回避率が高いのか。なるほど、よっしゃ。だったらよくわからんけど、なんか知らんけど、暴論じゃ、暴論で怒らせて攻撃しようか。これ実の親の名前を呼ぶ。これはきついですよ。このお母さんの名前なんて言うんだろう。あと、裸踊りを繰り返せ。お前は裸でだから服を着るな、お前は。おばあちゃん。おばあちゃんは、よっしゃ。じゃあ、そうやな。孫の顔を見せてほしいっていうね。おるな。孫、おるや。孫娘、おるや。孫娘すでにおるのに孫の顔を見たいっていうね。すごいわがままや。お前は認知症かっていうぐらいのわがままは。行くぜ。どうしようかな。ウィアジ劇を連発するんだ、障子。どうよ、猫かわしてよって言うんだよ。正直は正直。ちょっとおばあちゃんダメージ食らってる。テレビの見過ぎで怒られてダメージ受けてるやん。どうしよう、回復したいな。お世辞。で、おばあちゃん回復したいな。大好きおばあちゃんっていう愛の告白。おばあちゃんに対して愛の告白。そしてその間にそれをよく尻目に、お兄ちゃんは裸踊りを続けます。裸踊りますじゃん、お前。祭りだ、わっしょいわっしょい。おばあちゃん行け。おばあちゃん、今度は昔の話をしろ。お前は昔の話。そしてお父さん、お前は親父ギグ用意たな。立派になったのでお母さんへの精神攻撃。そして大好きで回復して、ほうほうで、お兄ちゃんは、お兄ちゃんめっちゃ踊ってる、めっちゃダメージでかい。そして親父ギグ攻撃して、お母さんの攻撃が食らって、お兄ちゃんが対象になった。お兄ちゃんなんか毒っぽいの食らってるやん、お前。しかしお母さんの HP はもう残りわずかよ。畳みかけろ。名前呼びだ。そしてお兄ちゃん、お前はもう服を着るな、お前は。そしておばあちゃん、
最後の願い来た、最後の最後で最後の願いを使う時が来たから、そしてお父さん、お父さん、最後のあなたの夫がおほい踊って攻撃、お母さんの反撃だ、しかし大丈夫、耐えろ耐えろ、耐えたー、おばあちゃん最後の最後、おお最後の最後に最後の攻撃来た、はあもう分かったわ、好きにしなさい、お母さん声変わった、お母さんの声が変わった、やったー、めっちゃ嬉しそう、上森ちゃんめっちゃ嬉しそうやん、憧れの猫との生活が始まる、家族のみんな ありがとう、めっちゃ嬉しいんやな、多分プラス1ってあるけん、多分気持ちプラス10やけんな、お母さんは。こうして家族の説得がうまくいき、北斎を家族のペットにすることができた。憧れの猫との生活はきっとワクワクドキドキにあふれた素敵な日々に違いない。一緒にベッドで寝たり、猫じゃらしで遊んだり、今まで当たり前にしてきた生活の中に猫が加わるのだ。かわいいの北斎ちゃん、あなたに巡り会えてよかった。家族になってくれてありがとう。愛してくれてありがとう。ずっと大切にするよ。だから私たちと同じ時を生きよう。ようこそ村田家。ハッピーちょっとタイムマシンの話まだ続いてたん、もういいよ、ステップさんとかもう関係ないやろお前、猫界シミュレーションに関係ないわお前、来た、早速タイムマシンを使ってみよう、あそこで終わればよかったのに、本当やでお前打足って言うんだよこれを、打足って言うんだよこれを、お兄ちゃん、早速さっき後で未来に行こうって約束したろ、タイムマシンの組み立てよく考えたら手伝ってないね、まあどっちでもいいよ、とにかく面白そうじゃん、怖いよ、怖いか、何が怖いって、これがポケモンだと知った時のお兄ちゃんの悲しむ顔が見るから怖いよそれ逆に面白そうやな、インスタグラムにアップしようか写真を、ていうかお兄ちゃんはなんでそんなに未来に来てかるの、未来に行って未来の家電とかを買いたいじゃない、きっと現代ではない珍しいものがたくさん売ってるはずだから、ああ、それ未来のものを勝手に過去に持っていったら犯罪じゃないですかね、それこそタイムパトロールに捕まるんじゃないですかね、また変なものを買おうとしてんの、あと未来がどうなってるかは気になるんじゃない、今よりもっと技術が発展して素晴らしいのは気になってるかも、でもさ、どっちにしろお兄ちゃんに彼女はできないよ、それはそうだろうけども、さあこのパッチをこみかみに貼ってコードをこことここに刺してこのボタンを押せば、キャッ、どうした、なんかグラグラしてきてね、ここはすごい匂い、空気が汚いよ、ここは未来の世界、お兄ちゃん想像してたのと違うよ、なんかすごいことになってるなんかスラム街みたいになってるやん、廃れたみたいやん、お前なんだ核戦争が起きたのか、確かに笑ってられるかお前、こんな空気の悪い場所にいたら具合悪くなっちゃうよ、早く帰ろう、え、まだ家電何も書いてないよ、家電売ってるかこんなのところに、お前じゃあもうその露店で何かできるように買って、もうちょっとゆっくりしていきたい、早く話脱線してきたんやけど、話脱線してきたわお前、お客さんマスクもしないで外を歩くなんて危険ですよ、近頃空気汚染が加速してますからね、ほらやっぱりお兄ちゃん早く帰ろう、うむ、ま、うちのマスクをしてれば大丈夫ですよ、高性能高機能完全防備、
今までいなかった特殊素材でできたスペシャルマスク。これだけつければどんな塵やゴミも防ぎますよ。人気商品なので残りはあと2つ、買うなら今がチャンス。いやー、も俺が欲しかったのはもっと最新の。何言ってるんですか。このガスマスクは最新モデルでして、これ以上高機能なガスマスクはこの世にはないですよ。じゃあそれ買います。はい、マイドリーム。わー、なんかこれレンボーシックスシージ見たことある。レンボーシックスシージでこういう作ったやつ見たことある。そのマスク1個しかないんじゃここにはいられないよ。そうだね、1個だけあっても仕方ないよね。どうする、帰れよ、はよ。あ、いいこと思いついた。何、2人で高校に使うとかはなしだよ。違うよ。どうした？ヘルクシ！あ、そういうことか。おやおや、どうしたのかね。わざわざ俺のことに来なくても、おじいさんとおばあさんのところへ行けばいいのに。疲れてる。ありがとう。この家でお世話きでいてくれるのは、ララエさんと君だけみたいだね。ヘルクシ！あ、帰ってきた。てか帰ってこれるん、ちょっと待って。タイムマシン使ってないだろ、お前。よう見たらタイムマシン使ってなくや、お前。いや、これに乗って未来へ GO とかやるんじゃないの、お前。完全に関係ないところにおったろ、お前。関係ないところにおっただろ、お前。このタイムマシン、お前。およ、いつからそこにいたの？不定装ってどうしたんだい？村田さんにこれを。これは？ここで繋がってくるの、これ。すげえな。あんま打足だと思ってたのに、あんな感じ打足ってほどでもなかった。猫アレルギーだからちょうどいいかと思って。未来の世界に行ったのにこんな道具しか手に入れなかったんだ。お父さんにちょうどいいと思ったからあげるよ。お父さんだって俺のために。嬉しいよ。二人ともありがとう。ただしお金は後でもらうからね。早くつけてみてよ、お父さん。やっとやっと子供たちがここを開いてくれた。嬉しい。これは嬉しい。今思えば子供たちに使いたくて面白くなるように勉強したな。本だけもたくさん読んだりして。ええ後ろのこの棚にあるの全部ダジャレの本ですか。もっといい本があると思ったのに。一瞬にしてめっちゃ怪しい人になったな、お前。それは良かった。本当に良かった。確かに良かったわ。これでなりきりお父さんとのわだかまりも解消できとるからさ。ある意味もう全部が全部大成功やん、お前。こうして村田、いえお父さんも私たちの本当の家族になったのでした。6人と1匹の生活がこれから始まるのです。ハッピーエンド。お、ほんまにハッピーエンドで。いいね、よかった。なるほど、よかった。なるほど、悪くなかったっていうか、結構最後までやったらおーってなるな、これ。あー、めっちゃウワボミちゃんの猫活躍してるやん、これ。ゲームの作りに。ウワボミちゃんの猫めっちゃ活躍してる。てか、罪って、おい、実在した罪なんじゃ。フォーなんじゃ。あー、そうか。こう見たら結構可愛いな、俺。もう猫飼いたいなって思いながらね。思いますけどね。うん。よかったっすね。かわいいなあ。スタート画面変わってる。わ、かわいいな。
ヘノさ、一つだけ言わせてもらっていい？家族の癖が強すぎてシミュレーションになんねえや。